堂安選手のあのツイートが来た時の心境を聞きたいですって。正直イラッと聞きましたが。でも本物来てないですよ。どうみんなが思ってるのかちょっと分かんないですけど、全然、来てないですね。誰か来るってなった時の一人目がやっぱ堂安さんなんやっていうところがなんからしいなって思ったっていう感じですね。やっぱそういうキャラっていうことを多分自分で認識してるんやろうなって思いました。まず率直に日本代表のことなのかってまず気になりました。それがまず一つです。もしじゃあ彼が違うことだったら僕が勝手に噛みついて返事してもただ恥ずかしいだけじゃないですか。でもそれを勝手にいろんな人が推測してその俺らのこと言ってるんですかみたいな感じの風に取られちゃってるのがまずいろんな人の間違いです。